テモアイシミュレーション第40話、始まります。エルヘイム最後の街、ルノケイユを解放したところから、スタートです。溜まったアイテムもどさっと納品。イケメンダークエルフも喜んでいらっしゃるよ。ドラケンガルドに続き、エルヘイム全土も完全制圧。すべての街が復興され、日常を取り戻すべく歩き出したエルフたち。再びゼノイラに脅かされないよう、人間と団結し、戦ってくれることでしょう。早期復興にご満悦のロザリンデ様。だがエルヘイム建国以来、これほどの蹂躙、尊厳破壊を受けたことはなかった。二度とこんな屈辱を味わうことのないよう、アレインと共に徹底的にゼノイラを叩く。というわけで北伐の準備が進む中、アレインは採掘現場にやってきました。まだコルニアとドラケンガルドの地図を掘り切っていませんからね。ついでに終わらせておきましょう。まずコルニア地図その4。北西遺跡エリアから聖書に続く道。トレジャーを発見しました。お宝4は支援特化の弓 PP プラス1、味方被弾時に1列に火力バフ。ワイドチャンス、必中と相性がいいですが、被弾時なので先行チームでは使いづらいのがネック。トレジャーを発見しました。お宝その後はフォンティエから行ける無人島。漱石ペンダントは何もあってもええですからね。ドラケンガルドの地図その後はソルドラーダの南側関所を出てすぐの川沿い。トレジャーを発見しました。だからその後はプレシャスロット、魔法20、使える AP はリミテッドヒール、消費2で全体を HP150% まで回復、途中でも最後でも無駄にならない有能ヒール、攻撃寄りならアクトヒールのリリック&回復寄りならプレシャスロットを持たせましょう。肉体労働でお腹が減ったのでご飯タイム。さあ食事にするぞ。ソラ、遠慮するな。満腹満腹。では親密度会話をチェキ。まずはアレインとレックス。オッスお願いします。砦の近くを歩いていると、何やらいい匂いが漂ってきた。砦から出てきたレックスが手に持っていたのはベリーパイ。クロエちゃんにレシピを教えてもらい、母のお手製を思い出しながら作ってみた。パンといい意外とお料理好きだな。レックスの母が作ってくれたベリーパイはアレインの好物トップ5に入る思い出の味。アレインの大好物だったよな、という理由で作ってくれるとかアレインが好きすぎる。例によって試食第1号。さてお味は。うん、美味しい。酸味、甘み、サクサク感、子供の頃を思い出す味と太鼓判。カチコチパンから確実にレベルアップしている。はっきりわかんだね。ジョセフとクロエちゃんにも食べてもらおう。そんなことを言っていたらフラフラとよろめき出すアレイン。頭がぼーっとして体がほてる。まさか美薬入り。いっけね、香り付けに入れるラム酒の分量間違えたかも。仕方ないからしっぽり休もうぜ。アレインを抱えてテントに消えるレックスでした。お次はアレインとジョセフ。関所を通りコルニアと行き来できるエルヘイムの領地ボイニコラ地方。かつて女王イレニアと共に来たことがある。ジョセフ曰く、あれは20年以上前の話。ボイニコラ地方から関所を抜け、獣人がコルニア領南部にやってきているという報告があった。コルニアへの入国は厳しく制限され、獣人を見ることはほぼない時代。当時南部領主を務めていたのはバラモアの乱で女王を裏切った男ナイマン。ところがコルニアが動き出すとエルヘイムが獣人を引き渡すよう要求。これに領主ライマンは猛反発。コルニアへ侵攻する口実だと主張。国土が豊かで長命ゆえに人口が増加しづらく、人間社会に不干渉なエルフが戦争をするとは思えない。アレイン同様女王も信仰論を否定しましたが、民衆や領主はそうではなかった。エルフが魔術で人を獣人に変え、コルニア信仰の先兵にしている。そんな噂の流れ緊張が高まったことを危惧し、女王はエルヘイムの巫女とボイニコラで会合。ジョセフは護衛として同行したというわけだ。結果両国は獣人捜索を互いの領内でのみ行う。発見した獣人はバストリアスへ送還するという約定を締結。若年の女王と侮られていたイルニアは見事な政治手腕でコルニア諸侯を黙らせた。エルフの巫女姉妹をメロメロにしている殿下にもその才能があると褒めそやすジョセフでした。お次はアレインとバージニア。バージニアにお呼ばれしたアレイン。用意されたテーブルを見ると、かつて二人が王城住まいだった頃一緒に遊んだチェスが。当時アレインは一度もバージニアに勝てず、リベンジできないまま戦争になってしまった。雪辱戦という名目でまた遊びたかったわけだ。勝負の結果はアレインの快勝。
ところがアレインは喜ぶどころか暗い表情に。ドラケンガルドに逃げてからの10年、バーシニアはこうした遊びをすることはあったのか。アレインは島でレックスやクロエちゃん、スカーレットとこうした遊びを続けて鍛えられた。そんな自分とは対照的に、彼女の戦法は10年前とまるで変わらなかったのだ。遊ぶ友もなく、亡国の姫として過ごす10年を思い、アレインは涙した。その様子を見て一瞬言葉に詰まる。自分のことではそうそう怒らぬくせに、私のことで泣くとは。そちらだって俺のことで勝手に怒ったじゃないか。そう前回の話を持ち出す二人。人には人の悲しみがあるが、我々の悲しみを知るのは我々だけ。王族という鎧を脱ぎ感情をさらけ出せる相手がいる。それだけでどこか安心できるとつぶやくのでした。お次はアレインとシャロンちゃん。ドラケンガルドの教会に顔を出した二人。孤児たちは気丈に振る舞っているが、親に捨てられた、戦争で親を失った。そんな傷跡は一生残り続ける。私もそうだったが、オクリース様が優しく傷を撫でて癒してくれた。両親の愛を知らずに育ったが、孤児院の神父様とオクリース様に愛情をいただいた。そうして育った孤児院を出て、参加してくれた解放軍の居心地はどうかと尋ねる。解放軍は戦闘だけでなく、各地の戦争孤児を支援し、子供たちを笑顔にしている。両親を失う悲しみはアレインを知っている。これ以上そんな思いを子供たちにはしてほしくない。その慈愛の心が解放軍にはある。一緒に歩みましょうと語るシャロンちゃんでした。最後はアレインとスカーレット。ご機嫌斜めのスカーレット。解放軍、エロい女の子が多すぎじゃない？人が増えれば管理の手間が増え個人に対する時間は減る。私のことほったらかしじゃない？何よ、序盤ちょっと離脱期間があったからって。そうぼやくスカーレット。社交的な性格だからどんな会話にも混ざれるだろうと、ずれた返しをするアレイン。ロザリンデに毒された影響で、人と会話する距離が近くなっていらっしゃるよ。突然急接近されたりトンチンチンカンなことを言われたり、パニックに陥ったスカーレットは本音をポロリ。他の子に取られたくない。そんな乙女の本音を聞いたアレインは一言。俺らものじゃない。俺らものじゃない。俺らものじゃない。あのさ、冗談はさておき、スカーレットが焼き餅を焼くとは思わなかった。もっと喋りに来ると言われ、私に言われたからそうするのかといじらしい質問。スカーレットはいつもそばにいてくれるから、というか舞台に入れてるから大丈夫だと甘えていた。寂しい思いをさせないよう気をつける。そうスカーレットを抱き寄せるアレインでした。これでスカーレット以外を選べるってマジ？いい子で聖母っぱいで一途。しかし、飯末で王を、虫で姫を殺してしまうかもしれないしな。誰を妃に、乙女の指輪を渡す相手にするか。これはコルニアの未来を決める大事な選択ですよ。そんなわけでやってまいりました第4の国、雪に覆われた獣人の住まうち、バストリアス。20年以上前からウンコフンバルス敵所により、獣人のコルニア入りはきつく制限されている。まずは首都バスタリーツァに赴き、ゼノイラ駐留軍と獣人の関係を探ることに。第1獣人発見伝。まじまじと眺めていたレックス。するとお相手は剣を構えて接近。やべえぞ因縁つけられた。金よこせって言われる。ああ、勢いで第一獣人を殺してしまった。出て、無事かレックス？ああ、だがとっさに切っちまった。いや仕方ない、そうでなければやられていた。はあ、悪いことしちまったな。しかし獣人ってのはこうも見境なく襲ってくる連中なのか。このゼノイラ兵め、よくも同胞。なんだ次は。待ってくれ、俺たちはゼノイラ兵じゃ。あの子は一体。なんか落としたみたいだぜ。これはペンダント。誤解を解くため後を追いかけると、今度は少女が獣人に襲われていらっしゃるよ。やべえぞレイプだ。18禁指定されないように助けなくては。大丈夫か？安心しな、今度は盾で小突いただけだ。ありがとう。先に言っとくが、俺たちはゼノイラ兵じゃないぞ。コルニアから来た解放軍だ。解放軍、そうだったんだ。早とちりしてごめん。でもこの草原の匂い、やっぱりコルニア人っぽいと思ったよ。匂いだけでよくわかるな。ア
私はユニフィ。石火団の一員としてバストリアス解放のために戦ってる。止まるんじゃねえぞ。でもゼノイラと戦う組織があったのか。そうだ、このペンダント君のだろ。よかった、探してたんだ。すごく大事なものだから本当にありがとう。のユニフィ、なかなか戻らないから心配したぞ。でけえ。ごめんモラード、でもどうしたのさ慌てて。ゼノイラの奴らが首都に攻め込んできた。え、ラモーナ様は？石火団の皆と共に首都を守っているはずだ。とにかく一度近くの拠点へ戻ろう。59章アレル雪原。早く行かないと、ラモーナ様が。落ち着けユニフィ。でもラモーナたちを信じろ。そうたやすく首都の守りは破れまい。そのラモーナ様というのは、我々石火団を組織したフクロウ族の族長だ。そしてユニフィの育ての親でもある。ユニフィの。ごめん、こんな時に取り乱しちゃダメだよね。ラモーナ様に代わって私がしっかりしなきゃ。それで敵将の目星はついてるの？ああ、コンラッドという戦士が率いているようだ。それじゃあそいつを倒せば首都への侵攻を止められるね。そうだな。だが不可解なことに獣人が暴れて仲間を襲っているという情報もある。私もさっき襲われた。一体何が起きてるの？わからん。理由はともかく手をこまねいていても仕方がない。今は敵将を撃つことに専念しよう。趣味よく進んでいるようだな。これはエルゴール様、我らの部隊にかかれば獣の相手などたやすいこと。じきに奴らの首都も攻め落とせるでしょう。首都を陥落された能なしの善人とは違うな。ところでかような場所にどのようなご用件で？総司令のライマン様から命令が下された。獅子族の王伝来の青い石を入手せよとのお達しだ。青い石ですか？それも獅子王の？首都バスタリーツァはもともと獅子族の町。九段の石もあるならそこだとライマン様は考えておられる。なるほど。しかしなぜ石などお探しで？お前がそれを知る必要はない。いいか、青い石だ。必ず探し出してこい。御意に。チェ、なぜあんな平民上がりの騎士が重用されてんだ。自力で首都を取り戻した獣人たち。しかしゼノイラは突如として首都を包囲し攻撃を開始。城下の門を突破されれば領民に被害が出る。その前にゼノイラの侵攻を阻止し敵将を撃つべし。いざ奮起前進。出撃する。出陣します。出陣いたします。バストリアス領北東部、ことバスタリーザ防衛戦。必ずください。と誓う。速度アップをかけたら部隊を三方に展開。次のご指示をなさって。遺跡でアイテムを回収し、モニカ隊はそのまま南方の港町へ進軍。思い知らせて差し上げますわ。みんな踊れ。獣人族は非常に素早いため、戦闘トーンの羽だけではなく速度アップの攻略が必要。オフェンスオーダーで全体の火力を上げ、モニカ殿が動いて撃中を食らい分だけ。王子の攻撃力弾を上げつつ、元言い名付けサポートアタック。最後はホドリック。天使の羽があれば完璧ですが、ママヤーは呪い倒したぜ。この程度？かわいいものね。オクリース隊は北の砦を落とすに、トラビス隊はユニフェイを護衛しながら中央の門へ。これは天からの恵みだ。ブレイブが溜まったのでアレイン隊が出撃。遺跡ルートから東に移動し、コンラッド前の櫓へ。首都攻めを指揮していたコンラッドですが、獣人部隊は無差別な攻撃を開始。黄色マークは敵も味方もなく暴れる凶暴化部隊。おいおい、洗脳が雑なんだわ。し、
言うこと聞かねえ練習なんざ力でねじ伏せてやるよ。なにこいつ奇跡感コンダクタークローニングの編成は全面に検討しに光栄に思いシャーマン1。さすがにタコ重戦闘では圧倒できる編成ですが攻防に隙がないぜ。HP128 とパンプアップの 40% 回復、これは鉄壁。敵味方の区別ができない不良品を送ってくるなとごもっともな文句。しかも倒した分は解放軍のブレイブになるし、もうめちゃくちゃだよ。みんな踊れ。せいぜい決まっても這いつくばのオラ。行くぞ。えい、こうしましょうか。動くな。このままでいい。さすがはシャーマン、本来なら殲滅できる能力をここまで下げるかとはいえ、職場の追撃2回ベレリアリアの開幕行動で速度を下げ戦闘を取れる。チョロイズ、天は見ているの。高速軌道で何か隊が港前に。誰に盾ついてるとお思いですか。みんな踊れ。疾風のごとく。ワオール、フクロウ族のディスペルが炸裂。単体からバフを除去。クライトとモニカ殿へのサポートもなくなりましたが、 BP はゼロにできたので守らない。クライブはチェイス装備を外し、自前の BP、ナイスチェイスで応戦。キバの味方が攻撃した時に悪質タックルを発動。気絶はありませんが、範囲攻撃はうまージ。ではキャバリアールからのモニカレール。一撃112で、厳冬紙を搭載。ワオイルは飛行扱いなので、命中半減でミス。その分モニカ殿の風立ちの刃と、王子のファイアーボールで飛行を狙い撃つ。あとはさらにパワーを高めたランスでとどめ。連携だけ。勝利を我が手に。これで兄上に近づけただろうか。ワイレベルアップだ。ギルベルトのレベルが27に到達。キューピー成長。ベリスモスとトリデを制圧。ワウルフからアイテムをもらえ、港拠点兵とバトル。私の前に立つなんて向こう水の方。グリフォンに牙2人がボンラボンに殴られてしまうため作戦活路を変更。みんな踊れ。させませんか。いや、疾風のごとく勝利を意識しろ。研ぎ澄ませ。私も行かないぜ。大雲を呼ぶよ。共に進もう。参りましょう。どこで。お守りします。守る。出させません。守る。貫く。私が盾に。どこだ。続こう。さあこれを。貫いたぜ。当然の結果です。動作もなかったわ。行きます。ここは解放軍のものです。天爆論を制圧。ちなみにドラケンガルドの港からバストリアスに来るとこの港付近に降り立ち、容赦はしない。ユニフィーとのイベントが始まります。みんな踊れ。楽しませてくれよ。せや、この一撃で後押しします。さあ、このままでいい。ふざけんな。チョロイズ、恐れるものなどない。手加減はできんたちでな。お次は中央トラビスタイガバトル。負けませんよ。みんな踊れ。お願い。吹っ飛ばしたぜ。よし、いい子ね。やりました。西側中央の敵を蹴散らしている間に南側の部隊が合流。街道を猛スピードで爆心していると東側の凶暴獣人がバリケードを一つ破壊。まだバリケードに余裕はあるので問題なし。中央からトラビス隊を進ませましょう。誰に盾ついてるとお思いですか。速攻だ。かき乱せ。これで攻勢に転じる。
おとなしくしなさい。これなら一発必中。引かないぜ。追撃しろ。引かないぜ。勝利は目前です。絶対に勝とう。ふざけんな。意地伏せてやる。シャラクセ。援護します。うっさしたぜ。サポート役のキルベルト、意外と火力を出していますね。皆を守れる騎士となろう。この力で皆を守りましょう。いいのではなくて、これで褒めてくれるかい。 Y レベルアップ。この程度4人のレベルが27に到達。 6P、5P、8P、7P 成長。東門に急行したトラビスターがバトル。みんな踊れ。勝てましたね。この子も喜んでくれてます。 Y レベルアップ。私たちセレストのレベルが27に到達。 HP、仏光、仏毛、魔光、回避がさあ来い。みんな踊れ。先手を打つ。ゲッカーシャー。参りましょう。はい、はい。それでは行こう。勝利を積み重ねよう。日が沈み夜になるとユニフェイザー注意喚起。獣人は夜行性。夜になると肉体がパワーアップする。移動速度も上がるため予期せぬ衝突からの戦闘が発生することも。こちらは制圧いたしました。ようやくユニフィがことに構えるラモーナと接触。高齢エロアプリ解放軍の迅速な行動によりバスタリーザ市民への被害は皆無。凶暴化獣人の謎は残ったままですが、ひとまず敵将コンラッド討伐へ。最後にベレベリアーナ隊が出撃。ロイヤル、ブレイブローザーを増やしボスに突撃。よし。良い追い風ですね。私がお相手いたします。援護するわ。みんな踊れ。ここに来て反乱軍のお出ましとはな。だがやすやすと引く気はないぜ。首都さえ落ちりゃこっちのもんだ。には敵の卵が追記されたりするのですが、この敵将コンバット戦闘で血をローにぶち込まれ、さらに獅子獣人ムラードの尋問で情報を吐き、その後獄中で死亡というなかなかにひどい末を。ちょっと家を再興しようとしただけなのに、獣人感覚に尋問でパンチした結果内臓がモロモロになったんじゃないか。最後の輝きであるこの一戦、しっかり見届けてあげましょう。気をつけなさい。傷を癒します。反撃だぜ。引かねえぜ。それ痛えぜ。回復します。やってやるよ。言いたかったぞ。お返しだ。ありえねえ。この俺が負けるだぞ。これじゃエルゴールのやつに無能呼ばわりされるじゃねえか。これ面倒ね。精霊よ、感謝します。どこまで強くなるんだ俺は。よりお役に立てますね。若い子には負けないよ。より多くを救うため。 Y レベルアップだ。4人のレベルが27に到達。6ピン、5ピン、6ピン、7ピン成長。おー、生き返るわ。今日のアンブッシュには何点もらえるかしら。残虐行為手当13,498円、勲章26、名声67獲得。なあアレイン、指輪で支配の術を解いて正気に戻せるんだったらさ、凶暴化してるこいつも指輪で正気にできるんじゃないか。獣人に使うのは初めてだが試してみよう。
ユニフィ、聞いてくれ。コンラッドのやつを締め上げたら妙なことを吐いた。何でも総司令の指示で青い石を探していたらしい。え、青い石ってもしかして。ああ、きっとバストリアスブルーのことだ。それは一体どうする。ユリフィ、部外者に話すか。一緒に戦ってくれたんだからもう立派な仲間だよ。ついてきて。バストリアスブルーはラモーナ様が持ってるはず。そうでしたか。敵の狙いはバストリアスブルーにあると。それならば唐突に首都が襲撃されたことの説明がつく。石火団が首都を奪還して長らく放置されてたのにね。申し遅れました。私はラモーナ、この石火団の長を務めております。コルニア解放軍のアレインだ。先ほどから話に上がっているバストリアスブルーとは、古くよりこの地に伝わる青色に輝く宝石のことです。その石は力と権威の象徴であり、獣人の王を示す証とされています。そのため獣人の王たる獅子族が石を代々継承していました。あれ、じゃあなんでモラードが持ってないんだ。まあ俺は前線で戦ってるからな。戦場でうっかりなくしでもしたらシャレにならないだろ。確かにな。この情勢ですので保管を厳重にする必要がありまして。それでラモーナが預かっていると。はい、ですが今ここにはありません。え、そうだったんだ。どこにあるの。このような事態に備えて吹雪の里に隠してあります。しかし敵が狙っているのでしたらそれも油断できませんね。確かめに行くか。それが良いかもしれません。彼らがなぜ王の証を求めるのか分かりませんが、万全を期すべきかと。吹雪の里は西の渓谷の先にあります。ご助力をお願いできますか。ああ、もちろんだ。準備ができたら出発しよう。といったところで今回は終了です。次回、ドスケベ獣人。それでは皆さん、お達者で。